はい、えー、TTC の B コースの皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、第3週の、えー、第、えー、と、第三週の第1本目のビデオになりますね。はい、第3週は、このプレゼンテーションソフトについてお話をします。えー、特に、この1本目のビデオでは、プレゼンテーションソフトとは何かについてお話をしたいと思います。えー、これとても有名なスティーブ・ジョブズが、 iPhone の発表をしているときの写真ですね。こういうふうにスクリーンに文字や写真やビデオを見せたりする。それがプレゼンテーションソフトです。はい。ただコロナでやっぱり使い方がとても変わりました。コロナの前はこうやってプロジェクターで大きなスクリーンに見せる使い方が多かったですけど、今ではあのこうやってスクリーン、あの、 ズームとかでね、こうやってスクリーンで見せるのが中心になっています。えー、主な、えー、プレゼンテーションソフトの種類としては、まあ、Google スライドがやっぱり有名ですね。えー、それから Microsoft の PowerPoint、えー、Apple の KeyNote、それから最近では Canva という、えー、これもオンラインの、えー、プレゼンテーションソフトですけど、えー、これも使う人が増えていますね。 はい、えー。では、プレゼンテーションソフトでどんなことができるんでしょうか。日本語の先生にとってとても基本的な使い方は、まあ、こういうものですね。例えば、ひらがなや漢字を教えます。その時にはテキストを見せるという、えー、こ使い方ですね。それから、日本文化を教える。日本文化を紹介する。そういう時には、写真やイラストなどの画像。それから、ビデオなどの動画を見せる。そういう使い方が多いです。 それから、聴解、聴く練習ですね。聴く練習の時は動画を見せたり、それから MP3 のようなオーディオファイルを再生することもできます。それから、学習者が自分たちで作った成果物ですね、宿題とかそういうものを発表するときにもプレゼンテーションソフトは便利です。この場合はテキスト、テキストを見せたり、あるいは、えっと、作文で書いたものを写真に撮って、 手で描いたものを写真に撮って、それを画像にしてプレゼンテーションソフトで見せることもあります。もちろんビデオで撮影したものもこのプレゼンテーションソフトで見せることができますね。はい。それから漢字とか、あの、新しい言葉のフラッシュカードですね。フラッシュカードを、あの、えー、使う、フラッシュカードとしてプレゼンテーションソフトを、えー、使うときにはこのアニメーションの機能もとても便利です。 はい。このコースでは、えー、Google スライドを使いたいと、あの、紹介したいと思います。えー、どうしてかというと、まずお金がかかりませんね。それから、あの、パソコンの場合はソフトが必要ありません。えー、Chrome とか Firefox とか、そういうインターネットブラウザは必要ですけど、それだけですね。はい。それからスマートフォンでも見るだけだったらソフトが必要ないです。だから先生が学生に、えー、え、あの、見せるときにも、えー、とても便利ですね。 それから Windows とか、えー、Apple の,あのパソコンとか Chromebook とかですね。いろんな OS でも使うことができます。えー、そしてもともとオンラインなので、えー、オンラインで共有するのがとても簡単ですね。はい。えー、それから Q&A っていう機能もあります。これも教育の現場ではとても便利ですね。 はい。えー、それでは、えー、まずはですね、皆さん自由に、この Google スライドのウェブサイトに行って使ってみてほしいと思います。えー、これ上と下は同じ URL です。下は短くしていますけどね。はい。えー、まずは好きなように使ってみてください。えー、ただですね、これ見るだけならいいんですけど、Google スライドを実際に作ったりするのには、えー、Google のアカウントは必要ですので、まあ、この、あのー、 せっかくなので、えー、Google のアカウントない人もね、えー、作ってみるのもいいんじゃないかと思います。もちろん、Google のアカウントも無料で作ることができます。はい、えー。次のビデオでは、ごめんなさい。次のビデオでは、授業での説明のための使い方についてご紹介したいと思います。はい。フィルミ連芸。